おたまちゃんからでございます。座っておられるんで、昨日はジーパンでしたが、今日はいかがですか？とても皆さん温かい声援をいただきまして、長岡教師で育ってきて本当に良かったなと思っております。お祭り大好きということですが、この主役になりました。ちょっと恥ずかしいんですけども、長岡京男子祭りだからこそ楽しめるのだと思います。どうぞ周りの皆さんの方にもちょっと顔を見せてください。はい、ありがとうございます。おたまちゃん役の川地由衣さん、そして忠興役の永井雅也さん、おたまちゃんっていうか、川地さんに誘われて参加されたそうですね。まあそうです、はい。歩いてみていかがですか？今道のりは半分です。本当にたくさんの人に見ていただいてすごく楽しいです。どうぞお二人の記念写真撮っていただいてください。はい、もう少し近くまで寄ってください。はい、ありがとうございます。お二人にはこの後3時からですけれども、昇竜寺城公園で婚礼の儀がございまして、そこで古式にのっとった、まあ、簡単な行事でございますけれども、婚礼の儀がございます。ここにお集まりの皆様、もしお時間がありましたら3時過ぎからでございますので、昇竜寺公園の方にも足を運んでいただきたいと思います。さて、ここにまた登場いたしましたのはマスコットキャラクターのおたまちゃんでございます。この20周年を記念して誕生いたしました。昨年市民の皆さんに、公募で選んでいただきました、その原案をもとにして今年の6月に登場しましたのがこのキャラクター人形のおたまちゃんでございます。お得に地域をはじめとしまして大阪、東京にも出張いたしまして、ガーシャ祭りの PR にこれ務めてまいりました。今日はこの色打ち掛けで参加、普段おたまちゃんの人形をご存知だと思いますが、特別仕様でございまして、おたまちゃんに一言感想を聞きたいのですが、残念ながら人形で口が動きません。はい、それで今渡されましたのは、手紙ですね。忠興様と玉様に手紙でございます。忠興様、玉様、この度はお越し入れの儀、誠におめでとうございます。今回は長岡京ガラシャ祭りが1回目を、この節目を迎えるにあたり、ご来賓の皆様、そして行列にご参加の市民の皆様と長岡第六小学校からご一緒させていただき、本当に嬉しかったです。